石川県白山市、県と金沢市の南西部に位置する人口およそ11万人の町。豊かな自然と景観に恵まれたこの町は、2005年一市二町五村の合併により生まれた。この地に優れた和太鼓職人を目指す一人の若者がいる。日本の伝統文化を受け継ぐ者、杉浦哲郎、28歳。杉浦さんは1981年金沢市生まれ。子供の頃からものづくりが大好きで、高校生になる頃には何かを作る職人になりたいとの夢を抱くようになっていた。その彼が夢の実現のために選んだ道、それは和太鼓作りの職人である。音楽が好きなこともあり、またここ白山には創業400年を誇る浅野太鼓があったためだ。浅野太鼓は口径3尺以上を作る技術は群を抜き、国内外に広くその名を知られた地元の有名企業。彼はここで世界に誇る職人になるべく日々腕を磨いている。太鼓っていうのは、まあ、全然今まで接点がないもんで、なんか怖いもの見たさみたいな、やってみようかなみたいな。やっぱりまあものづくりなんで、まあ、多分そういうのが性に合ってるのか分からないですけど、楽しいですよね。はい、最初3ヶ月間だけ様子を見ましょうって、まあ、3ヶ月見たところ、非常にまあ、寡黙やけど、まあ、本当にコツ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 と、まあ、やるタイプやったし、まあ、人さんも横とも喋らんし、まあ、見とるとこれならまあ、ものづくりに合うなってそう思って雇った、ね。太鼓の製作工程は2つに大別される。胴作りと革作りである。胴となる木は原木のまま1年以上にわたって風にさらす。その後適度な乾きを待って、さまざまな太鼓の大きさに裁断される。輪切りにされた胴は内部をくり抜き円筒状にし、型が整えられる。胴の内部を斧で時間をかけ荒削りしていく。その後冷暗所で3年から5年かけゆっくりと自然乾燥させる。乾燥し終えると太鼓の残響を良くするためにのみを使った中彫りが施される。亀甲やひし形など彫る型によって音色が変わる。銅が仕上がると砥の粉で磨き、漆塗りや塗装が施される。革作りはなめし革を湿らせ型に沿って引き伸ばす。太鼓の種類によって糸で縫い付ける革縫いや縁のある形に整える仮針などを施す。よく目にする太鼓の場合、仮針した革を胴に張り、胴の側面に沿いロープで締め上げる。時間をかけ伸ばしていく。太鼓の大きさによっては数十トンの力を要する。十分に締め上げると音色を確かめる。最後に縁を秒で止め完成となる。完成まで数年の月日を要する和太鼓作り。多くの職人の手が一つの伝統を作り上げていくのである。日本の伝統を受け継ぐ若き和太鼓職人、杉浦哲郎。和太鼓作りの数ある工程の中で
杉浦さんは革を担当する職人である。やっぱりまあ天然の素材なんで、まあ扱いやすい革もあればもうどうしてももう製品にならないとかそういう革もありますし、まあ、まあ自分がこれは大丈夫と思ってもダメなものもありますし、その辺がやっぱり難しいですね。革は直接バチが触れる部分、つまり音の要、機械では判断することができない手の感触を頼りにした仕事。締め太鼓の場合、2、3日自然乾燥させたなめし革を水で戻し、枠に取り付け、しっかりと縫い付けていく。革はその日の温度湿度によって伸縮性が大きく異なる。そうですね、この表の革と裏の革を自分にひっつけないと、まあ、ミュートしたり音がミュートしたりとか雑音が混じるので、その辺は気をつけてやってます。音にカラーに影響するんですか？そうですね、まあ、音が命みたいなもんなんで。革職人にはその日の革の状態を見極め力を加減する技量が求められる。糸縫いが終わると次は革の紐で縫い上げる。硬くしっかりと縫い上げるための力が必要となる一方で、和太鼓らしい迫力ある音に仕上げるための繊細さが求められる。感覚と技術、まさに職人の技である。杉浦さんには尊敬する先輩がいる。浅野正則さん、杉浦さんの2年先輩の革職人だ。浅野太鼓での革に関する第一人者である。まあ、縫うのも大事なんですけど、この革のこのこれですね、これをやっぱ作るのがやっぱ一番難しい。これ自体は、はい、で幅を同じするためにはやっぱり薄いところちょっと幅を広めたりとかいうようにして、はい、で引っ張った時に同じ均等になるような厚さに持っていくということがやっぱ大事なので。浅野太鼓創業400年、これまで幾多の先輩職人が優れた太鼓を作り上げてきた。最初先輩をおらんなって杉浦さんというのはどういう感じでしたか？そうですね、まあ、最初まあこの革縫いさせた時はやっぱり売り物には ならなかったので、その売り物になるまでやっぱり、何回も失敗しましたね、やっぱり、はい。やっぱでも今はもう彼がいないとやっぱり、ここの現場は回らないという状況なので、ね、やっぱりいなくてはならない存在になりましたね。一つ一つのものを作品として考えてほしいって、消耗品じゃないって、やっぱ残るもんだから、みんな目先だけじゃなくて自分が作ったものは全部各地に行っとるから、だからその先々考えた仕事をしてほしいってことは、まあ、うちの会社を代表するようなそういうものができたら自分の手で、まあ、考えて作り出せたら、まあ、今までお世話になった部分も貢献できるかなと思います。日本が世界に誇る伝統技術の結晶、和太鼓。そしていつの日か若き職人の手によって作られた太鼓の音が国境を越えることだろう。明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。